UVB レジスタンスローカス8は植物において紫外線の内 UVB の受容体として働くタンパク質である。波長280から315ナノメートルの紫外線を受容して植物のストレス応答を開始する役割を担っている。UVB の加減波長に近い波長285ナノメートルで最も感度が高い。 ジュビア8は植物の UVB を等における必須の調節因子としてモデル植物の白いヌナズナアラビドプシスソリアーナにおいて初めて同定された。この時ジュビア8に突然変異が起きた白いヌナズナでは UVB による DNA 損傷の影響を受けやすいことが発見された。植物における他の光需要体と異なるジュビア8の特徴として 発色弾となる補助的な小分子を必要とせず、タンパク質自体に光需要の能力が備わっていることが挙げられる。タンパク質中に存在する3つ組のトリプトファンザン機が発色弾として UV-B センサーの機能を果たしていると考えられている。これまでに全ゲノムが解読された皮脂植物の中でもバイオインフォマティクスの解析から 多くのジュビア8オーソログが存在することが示唆されている。ジュビア8中の重要なアミノ酸残機の数や位置は、騎士植物の間ではもちろん、例えば、クラミドモナスクラミドモナスリインファートブや、ボルボックスボルボックスカルタリーといったその他の植物や、藻類においてもよく保存されている。したがって、ジュビア8は、イカンタバ植物の出現よりも前に、 緑色植物の系統で獲得されていたことが示唆される。このことは当時の地球ではオゾン層が十分に発達しておらず地表に届く UVB の量が現在よりも多かったため UVB への防御と潤化が非常に重要であったと推測できることを考えると合理的だと言える。ジュビア8はベータプロペラ構造をとるタンパク質で7つの羽状のベータシート構造を持つ。 人の RCC1 タンパク質といった哺乳類でクロマチンの凝集を制御しているタンパク質とアミノ酸配列上の相当性を示す。暗状態ではジュビア8は主に両体を形成し細胞質に極在するが UVB 照射を受けるとジュビア8に両体は乖離しモノマーとなって核へ移行する。暗状態下でのジュビア8の2両体は塩端構造によって安定化されている。 UVB の照射を受けると、その光はジュビア8のトリプトファンザンキに吸収される。トリプトファンザンキは暗状態では隣り合うアルギニンザンキとの間で塩橋を作ってジュビア8に両体を安定化しているが、光の吸収によってこの塩橋が解消され、ジュビア8の単量体化が誘導されると考えられている。単量体化したジュビア8は核に蓄積し、 コンスティチューティブリーフォトモルフォージェニック1タンパク質と相互作用する。COP1 は通常 E3 指キチンリガーゼとして後継体形成に関わる転写因子を指キチン化しプロテアソームでの分解へと導く役割を果たしている。しかしながらジュビア8と相互作用した際 COP1 はジュビア8を介した UVB ストレス応答における性の制御因子として 働いている。UVB 照射後はジュビア8は COP1 の C マッターにある WD40 リピートを介して COP1 と核内で相互作用し UVBO 等において鍵転写因子として働いているイーロン・エティット・ヒポコットル5タンパク質の発現を誘導する。H15 は UVBO 等に関わるいくつかの遺伝子の発現を誘導する。この過程により 最終的には、フラボノイドやアントシアニンといった、紫外線補足剤として機能する分子の生合成などが誘導され、UVB への循化が達成されることになる。ありがとうございます。